はようございます。もうつながりましたでしょうか。まだどなたも入ってらっしゃらない。のぞみ加藤さん、あ、おはようございます。ありがとうございます。おさなみさんかな、はい、ありがとうございます。なつこ、なんか次々に入ってくださっていますね。なつこ先生、それからごめんなさい、公女か藤、先生ありがとうございます。サオリミュージック先生かな、ありがとうございます。ようこ福田さん、はい、ようこ福田先生、はい、福田先生ね、ようこさんありがとうございます。きょうやんさんも見てくださってるんですね、ありがとうございます。松岡ピアの先生かな、ありがとうございます。そして、夏子先生、おはようございます。そして、あっこ先生、あっこ042333先生、ありがとうございます。のぞみ加藤先生、こんにちは、よろしくお願いします。安倍音楽教室、マキ先生、おはようございます。ミュージックアトリエ先生ですね、いつもありがとうございます。ひとみんみん先生、ひとみ先生ですね、ありがとうございます。おはようございます。なんか変なの出てきちゃった、どうすれば治るんだ、はい、ワンウサ先生、ありがとうございます。キラリ音楽先生、ありがとうございます。ワンウサ016先生、ありがとうございます。はい、どうも。アッコ先生、おはようございます。小川ピアノ先生、ありがとうございます。そしてプリンセスローズ先生、いつもありがとうございます。そして、小川ピアノ先生、はい、おはようございます。そして、千秋ピアノ先生、千秋先生、ありがとうございます。朝ピア113先生、ありがとうございます。初めて参加させていただきます、よろしくお願いします。ミュージックアトリエ先生、音楽教室、はい、ありがとうございます。宮園先生、おはようございます、ありがとうございます。ノートレピアノ先生、そして、千秋ピアノ先生、吉田千秋先生でしたか、ありがとうございます。そして、リズミック先生、ありがとうございます。美香、寺井先生、ありがとうございます。由美子わけの先生もですね、ありがとうございます。そして、サウンドポシェット先生、ありがとうございます。そして、わけのです、おはようございます。わけの先生ですね、ありがとうございます。シロプ416先生、ありがとうございます。アイアイマリー41先生、ありがとうございます。サウンドポシェット、おはようございます。ヨシエピアノ先生、ありがとうございます。そしてブルーベリー、母さんかな、はい、根本先生ですね、ありがとうございます。リナ先生、ありがとうございます。でブルーベリー、母さん、おはようございます。そして、リトミックミュージック先生、ありがとうございます。どうも、リナ先生見てます、ありがとうございます。今日は早起きできたんですね、どうも。リトミックムジカ先生、おはようございます。リトミカ音楽教室の小林純子先生、小林先生、明日ですね、講座、はい、お待ちしてます。横山、音楽、のりお先生でしょうか、ありがとうございます。はい、おはようございます。ということで、はい、今日はですね、先週ちらっとなんか話の流れで、が1度5度1度のお辞儀のね、時のじゃんじゃんじゃんっていう、はい、和音は
実は明治時代に、なんか考えられて、で、そこからずっと使われているわけなんですけども。で、私がすごいなと思ったのは、明治。で、これが最初に使われたのはね、明治14年の5月24日なんですよね。で、まだ明治になって14年しか経ってない、そんな頃にね、この今までだって西洋音楽なんて全然誰も知らなかったわけですよね、ほとんどね。ね、黒船が来て、軍楽隊聞いて、びっくり、たまげたみたいなね、そんな時代なわけですから。だからそこでね、一度属七一度っていうので、お辞儀を、なんですか、起立礼着席っていうね、気をつけ礼、はい、戻ってみたいな、動きをね、和音を使ってさせたっていうことがすごいって思ったんですよ。で、それがね、気をつけ静止してるでしょ。で、一度トニックの機能そのままですよね。それで、属七行って、頭下げる。で、とってもちょっと不安定な姿勢ですよね。それでどうしたってこう戻りたくなりますよね。つまり属七が一度に戻りたいという、そのドミナントの機能をちゃんとそこで形にしてる。で、それがちゃんと戻ってきて、また安定する、静止するっていうね。はい、アイデア。いや、ほんとすごいなと思って。ああいうのやってるのって日本だけみたいですよね。例えばヨーロッパとか、アメリカでは絶対そんなことしてないし、大体このお辞儀という文化が日本ね、独特のものですよね。だからそれを和音と結びつけたって、いやー、すごいなと思って。でもって、それがじゃあ誰が 考えついたんだろうとかね、やっぱりちょっと気になりまして、もうすごい昔の話ですけどもね、たまたまある本を読んでいたら、なんかちらっとそんなことが出てきたんです。で、それは、いつかっていうのは、さっきも言いましたけども、明治14年の5月24日に、どこでっていうのは、東京女子師範学校 今のお茶の水女子大ですね。そこに、その当時の皇后陛下が授業参観に見えることになったと。で、全員で揃ってご挨拶をしなくちゃいけないということになったらしいんですね。それで、その授業参観は、その小学校のね、授業だったようですけども。で、そこで、じゃんじゃんじゃんとやって、皇后陛下に、一斉に揃ってお辞儀をしたということらしいです。私もなんかどっかに書いてあることを読んで、へえって思ったもんですから、そうらしいとしか言えないんですけどもね。で、そういうことなんですね。なんか面白いですよね。で、今から138年前、もう計算しちゃいましたよ、何年前だろうとかね。で、それで、じゃあ誰がね、思いついたんだろうっていうね、やっぱり気になるじゃないですか。だけど、誰がって、きちんと誰がやった、考えたっていうふうなね、ことを全然どこにも書いてないんですけど、でも当時のその状況から言ったら、きっと伊沢修司ではないかなと私は勝手に想像してます。で、そしたら伊沢修司さんって、誰って 知る人ぞ知る、ご存知の方はご存知と思いますけども、なかなか伊沢修司って、こういう人ってすぐにね、答えられる人っていないんじゃないかなと思うんですけども。はい、どういう方かって言いますと、まず生まれは、長野県なんですね。今の伊那市とか、その、らしいです 全部らしいですなんですけども はい。で、下級武士の息子だったらしいです。 で、だからとっても貧乏だったようなんですよね。だけど、15歳からかな、その藩の学校でいろいろ勉強して。すいません、今突然ライブは終了しましたって。
ていきなり出てきてしまいまして、皆さん見てくださってたのに申し訳ないです。なんかわけわからないんですけど、あの突然終了しました。そうで、あの出てきて、それで一度しょうがないからあのインスタを終了してもう一度今入ったところなんですが、何が起きたんでしょう。はい、なんかこんなトラブルもあるんですね。いきなり、本当にいきなり、はい、終了されてしまいました。すいません、失礼しました。はい、なのでどうしましょうか。はい、ひとみんみん先生、あ、切れちゃいました。なんででしょうね、なんででしょう。私もびっくりしました。わからない、突然です。はい、すいません。はい、ありがとうございます。皆さん、はい、温かく見守ってくださって、ありがとうございます。それでは、続き、いきたいと思います。どこまで行ったかって、その伊沢修司ね、その和音の、じゃんじゃんじゃんっていうあの三回鳴らしを多分最初に、考えたのは伊沢修司じゃないかっていう、私の憶測なんですけども、でじゃあその伊沢修司さんでどういう方かっていうところで切れたんですよね。はい、あの長野県 の、 あの今でいう伊那市ので生まれて、それでなんか下級武士の息子だったそうで、あのとてもあの貧しい暮らしをしていたということです。で、そこでその藩 の、 あのやっている学校でいろいろ勉強し、それで、17歳かな、あ15歳で、あの江戸に出てきたんですね。それでなんとあの英語はあのジョン万次郎に習ったんだそうです。でその後ジョン万次郎がまたどっかあの外国行くことになって、でその後は、宣教師のカラゾルスさんという方に英語を習ってたと。でこのカラゾルスさんが、開いたその英語の学校っていうのが日本初のミッションスクールだったとか、そんなこともなんか出てきました。はい、でとにかくね、だからね、その最初にあの和音が使われたのは、1882年、明治14年って言いますから、今から、138年前で、まだ明治になって14年しか経ってないね、そんな頃のことなんですよね。で、さっきも一回あの言いましたけども、その一度トニックの機能静止してるっていうのが規律、気をつけっていう。でそこから俗七に行って、頭を下げる、そしたら不安定ですよね。で絶対戻りたいですよね。でそこで、だから俗七のドミナントの機能からまた一度に、戻るっていうね、もう本当にこの、一度と俗七の、機能をフル活用というかね、もうぴったりもうあのハマってますよね。はい、でだからその伊沢修司さんってすごいなということなんですけども、でまあ、 あの15歳であの江戸に出てきて、そうやって英語を学び、でその間になんか京都にも、行って蘭学も学んでるとかね。で17歳かな、になるのかな、大学南高という今の東大ですね、そこに、進学するわけですね。そしてそこをあの卒業し文部省に入って、で、文部省の中でも、あそれから何、工部省というね別の省にも移ったり、また文部省に戻ったりとかして、で、文部省の派遣っていうんでしょうかね、それであの何人かでアメリカに留学したと。それで、そこで音楽を学んだわけですよね。でその誰から学んだかってルーサー・メイソンさんというね方から音楽学んで、まあだからその理論とかもういろんな音楽全般のことをあの作曲とか習ったんだと思います。でなんか唱歌、歌だけがとても苦手で、あの個人レッスンを受けてたみたいなね、そんなことも出てました。まあね、
歌苦手って、だってそれまで日本にはこういういわゆる西洋の音階とか音楽とかなかったわけですから、もうそれこそね、長唄とか清元とかそんな世界ですよね。じゃなければお箏とか、ね、ですからやっぱりその歌をね、歌うってとっても大変だったんでしょうね。いやー、でも本当すごいですよね。で、ちょうどグラハム・ベル、電話をね、発明したグラハム・ベルが、その電話を発明したっていうことで 訪ねていって、で、その人に耳の聞こえない人のための、こう、だから今で言う手話みたいなものでしょうかね。で、それを学ぶんですね。そしてハーバード大学では、理化学とか地質研究とか、そんなこともしていたという。まあ、なんかすごいですね。まさにこのリベラルアーツ教育を、そういうね、教育を受けた、もう日本では初めての人かもしれないぐらいのね。だから本当に素晴らしい、いろいろこう幅広い知識とか教養とかを身につけてた方なんでしょうね。いやー、すごいですよね。で、そのね、和音の3回鳴らしは、誰が最初に使ったとか、誰がっていうのはね、どこにも書いてないんですよ。だけど、その、ね、最初に使われた、1882年、明治14年っていうのは、伊沢修司が留学から帰ってきて2年目くらいですから、で、当然、文部省でその音楽教育の仕事をしていったわけですよね。あ、そうそう。それで、その伊沢修司は、その文部省の中に音楽取調係という音楽の教育機関がありまして、そこを任されてたわけですね。で、その音楽取調係っていうのが、今の芸大ですね。東京音楽学校になり、そして芸大になってるっていうね。そういう流れがこう連綿とこう続いていくんですよね。で、なんか「へえ」みたいな、もうね、ただそれだけですけども、なんかでもね、私たち今西洋の音楽のことをやっているわけですから、その明治維新になって、音楽がどうやって今のようにね、こう発展したか、してきたかっていうことを知っとくって、やっぱり大事かなと思いますよね。はい。で、だからその当時ってね、どんなんだったんでしょうね。なんかだいぶまた皆さん、メッセージくださってます。小川ピアノ先生で、キラリ音楽先生、はい、ありがとうございます。マミ2287先生、そして、リトミカミュージック先生、松岡ピアノ先生かな？ありがとうございます。で、洋子福田さん。この辺なんか読んだかな？切れちゃいました。なんででしょう？さっき、はい、読みましたね。リトミカミュージカさん。戻りました。はい、ありがとうございます。本当ね、こんなトラブル、初めてです。はい。のぞみ、加藤先生もありがとうございます。それから、マミー先生、見れてます、ありがとうございます。鍵やピアノ、ちか先生もありがとうございます。そして、ミキティ先生、おはようございます、よろしくお願いします。で、フラピアノ先生かな。ごめんなさい、全部アルファベットなんでね、なんかよくわからない、読み方がね、よくわからなかったりしますけど、すいません。美香寺井先生も見てくださってね、ありがとうございます。あや、さえき先生ですね、ありがとうございます。藤井和恵先生、ありがとうございます。皆さん、ウェーブありがとうございます。まゆ1635先生も、はい、ありがとうございます。これですね。はい。サウンドポシェット先生もありがとうございます。美奈子ピアノ先生、ありがとうございます。安倍音楽教室、私でだけでしょうか？切れたのがですね。いや、皆さん切れたんだろうと思います。ですよね、きっとね。はい。そして、小出ミュージック。小出先生かな、ありがとうございます。直美ウイ先生。ウイ先生ね、ありがとうございます。昨日はどうも。そして、横山のりお先生も、ウェーブありがとうございます。
なおみ。すいません、また切れちゃいましたね。はい、今 LINE の方にもなんか切れちゃいましたって、メッセージいただいたんですが、なんでしょうね今日ね、よく全くわからないんですが、あらどうしたんでしょうか。あ、ちょっとそれではコメントの続きを、読ませていただきます。夏子 FL2.22 先生、そして、直美先生も、あ、また、ね、入ってくださって、サウンドポシェット先生、アッコ先生、ありがとうございます。ユミコ、みなむぐち先生、あ、ユミコ先生、はい、ありがとうございます。もぎゆうこ先生もですね、ありがとうございます、いつもどうも。小川ピアノ先生、プリンセスローズ、ピアノサロン先生、そしてまだ他にもいらしてね、聞いてくださってるんですね。ミキティ先生も、あ、ウェーブありがとうございます。鍵谷ピアノ、あ、チカ先生ですね、皆さんウェーブもありがとうございます。マーミ先生ありがとうございます。そして森谷ミュージック先生もウェーブありがとうございます。松岡ピアノ先生、そしてブルーベリー先生、あ、根本先生思い出しました、はい。恵子西田先生、はい、すいません、また切れちゃいましたね。本当なんでしょう今日は、何なんでしょうね。キラリ音楽先生ありがとうございます。リナ先生もありがとうございます。はい、なんだかね、本当今日は調子悪くて申し訳ないです、本当。はいね、なんか2回も切れちゃって、どうしたんでしょう。あ、なんて言ってる間に、あららら、もう10時になりますね。はい、ということで伊沢修司はそういうわけで本当にすごい多才で素晴らしい人だったんですね。もう今更ながらすごいなと本当に、感動しております。はい、なので、皆さんも伊沢修司興味あったら、もうぜひぜひね、いろいろ調べてみてください。まだまだいろんなことが出てくると思います。なので今日は調子良くないかもしれませんねとね、マミ先生も、はい、ありがとうございます。お天気が良くない時は接続が不安定になることがあります。あ、そうですか。あ、今日ね、東京はね、ものすごい風が吹いてるんですよ。で雨も降ってきました。なのでそんなせいでしょうかね。はい、ということで、はい、Wi-Fi の様子が良くないかもしれませんね。そうですね。はい。あ、ミカ寺井先生。はい。レッスン始まるまで失礼します。はい。あ、ギリギリまでありがとうございました。はい。ということで、今日はなんだか、ね、取り留めもないような話になってしまいましたけども、また何かの機会に、もうちょっときちんとお話できたらいいかなと思います。はい、今日もたくさんの方ご視聴くださってありがとうございました。ではまた来週。ありがとうございました。さようなら。